9月28日から1953年4月29日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。埼玉県出身。祖父、長谷部綱吉 -1899 は埼玉県小玉郡本城町に住んでいた刀鍛冶だったが、明治維新の際、配当令が出されて刀の需要がなくなったので、 廃業して一人娘の藩と養子としてきたジップ・万作は養産業を始めた。正午は養産業の長男として生まれた。東京陸軍地方養年学校、中央養年学校を経て、1903年11月、陸軍主管学校を卒業。翌年3月、不評少位に任官し不評、第二連隊付となる。1910年11月、 陸軍大学校を卒業した。1911年12月、不評大員に昇進し不評、第二連隊中隊長となる。陸士教官を務め、1913年3月、陸軍委託学生として、東京外国語学校ロシア語専修科を修了した。同年12月、ロシアに留学し、1914年9月、ロシア軍に従軍。 1917年4月、参謀本部院に転じ、1918年6月、不評調査に進み1919 19年3月まで、ウラジオ派遣軍参謀として、シベリア出兵に出動。1920年5月、不評第41連帯大隊長に就任し、1922年8月、不評中佐に昇進し、第5師団参謀となる。 シナ中東軍参謀を経て、1925年8月、第16師団司令部付として、京都帝国大学副務となる。1926年3月、不評大佐に進んだ。1927年5月、不評大37連隊長に就任。1931年8月、陸軍少将に進級し不評大三旅団長となり、満州事変に出動した。 1934年3月に退名となり、同月、予備役に編入された。その後、南満州鉄道食卓となる。ありがとうございます。